炎山公園は、三重県島市阿古町新名にある公園。真珠とゆかりの深い賢島にあり、園内には、養殖真珠の発明者を称える石踏みとアコヤ貝を、供養する塔がある。2017年6月に登録された、港はし島を構成する施設の一つである。近鉄島線賢島駅の南口から、賢島港遊覧船、定期船乗り場へ向かい、途中で右折して、 小道を登っていくと公園に達する。この間、徒歩5分程度である。園内散策の目安時間は10分ほどである。公園の面積は約1万平方メートルで、遊具はなく、公園というよりも広場である。元は近畿日本鉄道の所有地であり、2003年12月に当時の阿五町が約2160万円で取得した。園内にあるのは、 新園真珠発明者聖徳碑や新宿街供養等であり、4島三角点も設置されている。この三角点は、2016年の第42回先進国首脳会議が、賢島で開催された際に、ドローンの飛行禁止区域を規定する中心点となった。賢島港を見下ろす園内からは、顎ア案アが見え、横山島や田徳島が確認できる。 沿山公園の標高は18メートルで、周囲では唯一津波想定浸水域に含まれていない。阿吾湾を見渡す高台にあり、船乗り場に近接しているが、訪問者はまばらである。そこで2003年に、賢島の商店経営者らが沿山公園を観光資源とすべくワークショップを開催し、都市計画家の後藤春彦が協力した。2007年には、 新園新樹発明100周年を記念して、沿山公園の整備と消毒費の移設が行われ、2010年にも社会資本総合整備計画の一環で園内の整備が行われている。2017年6月には、浜島港と賢島港で港アシス島が中部地方整備局に登録され、沿山公園は賢島港側の構成施設の一つとなった。なお、 港はし島の中核施設は、浜島港側にある、島市浜島磯,磯体験施設、海宝月である。新縁新樹発明者聖徳飛新縁新樹発明者聖徳飛は、半縁新樹の養殖に成功した三木本幸吉と、新縁新樹の養殖法を発明した、店瀬達平と西川東吉の名を刻んだ記念碑である。年に建立され、 2007年に円山公園へ移された。碑面は、マエンマダマ、り明社小伊正衣さと、旧事態で書かれ、中央に真珠をイメージした大遺跡の球体が取り付けられている。元は、賢島にあった国立真珠研究所の玄関前にあったが、1979年に研究所が閉鎖したため、長沢運動公園へ移設。 さらに、新園真珠発明100周年を記念して、2007年に、円山公園へ移設された。移設をめぐり、島市議会では、議員から、石踏みの球体が真珠であることを分かりやすくするために、石踏みを加工してはどうかという意見が出されたが、市長は、参考にすると答弁するにとどめ、加工せずにそのままの姿で移設された。また、移設と同時に、桜の記念植樹も行われた。 真珠外空洋棟真珠外く養棟は、深淵真珠の発明50周年を記念して、1957年10月に、全国真珠養殖漁業協同組合が円山公園に建立したものである。アコヤ貝から真珠を採取するとアコヤ貝は、死んでしまうため、真珠採取の犠牲となる母貝を供養するために建てられた。毎年10月22日に、 党の前でアコヤ街の供養が営まれる。同日の供養は、新珠祭りの一部として開催され、新名新珠養殖漁業共同組合を中心とした、新珠祭実行委員会が主催する。祭典委員長の挨拶の後、島市長らが調子を読み上げ、僧侶による土胸に続いて参列者が昇降する。参列者は、地元の島市の関係者だけでなく、 長崎県や愛媛県などの真珠生産者や東京、大阪、神戸などの真珠販売業者もいる。このため、真珠業界関係者にとって情報交換の場となる。雨天時は賢島宝送園に会場が変更される。世界一長い真珠のネックレス。真珠祭りは毎年10月22日に賢島で開催されるイベントで、1951年に 始まり、2019年に69回目を迎えた。アコヤガイを供養するとともに、真珠業界の発展を願う祭事である。22日に行われるのは、10の位の2を反転して1の位の2と並べると、アコヤガイの形に似ているからである。祭りではまず、円山公園の真珠街供養塔の前でアコヤガイの法要を行い、次に、 鹿児島じまこして真珠街と真珠玉を法上し、地元の幼稚園児らが踊りを披露する。このほか島マリンランドでの真珠製品付きの餅巻き、あこや汁の振る舞いなどがある。第68回には、ミス、伊勢島らが、真珠母街約100個と真珠玉、約6万個を海に放流した。雨天の場合は、真珠街供養と放上が、鹿児島じま園。 持ち巻きが新明公民館へ移され、法上は海ではなく海上に用意された木桶に入れる形となる。第60回の真珠祭では世界一長い真珠のネックレス作りに挑戦し、222メートルを達成してギネス世界記録に認定された。この回は20万個の真珠を海に包上し、50隻の船が海上パレードを行った。ありがとうございます。